前半からやっぱりいい入りができなくて相手のペースでずっと行ってしまってまあゼロで抑えれたことはよかったんですけど後半に入ってすぐに失点してしまってまあうちのチャンスもあったんですけどそこは決めきれずにまた PK を与えてしまって2失点してしまったので1点ね追いついてどうかもう1点追いつけるかなというところで決めきれないという部分でやっぱりねこういう結果になってしまったので。 まあ連敗してしまったんですけど、まあ、僕たちは1試合1試合勝ち点差を狙っているのでまた次勝てるように準備したいいと思います守備が固い飽きたというイメージがあったと思います多少、そこのえ守備の部分が最近の試合で崩されている部分が多いと思います山田選手から見てそこの部分はうんやっぱり最後、ね、どんだけ崩されてもゴールを終わらせない体を張ってゴールを終わらせないという部分でもっともっと一人一人がゴールを意識して守らないといけないと思うので。 今後、そういったところをもっともっと改善して次に向けて頑張っていいけたらなと思います次節必ず勝利が期待されるとサポーターに向けて一言お願いします今日もたくさんの、ね、人数が見に来てくれてたくさんの応援をしてくれたので僕たちはそれに応えなきゃいけない部分があったんですけど、ね、うまく応えれなかったのでまた次の試合でたくさんの応援を期待して僕たちもそれに応えれるように頑張っていきます応援よろしくお願いします。